皆さんこんにちは、版画コースの中村恵子です。今日はこれから版画コースの学びについてご紹介していきたいと思っています。いろんなカリキュラムの紹介もしますけれども、その前にまず版画って何だろうっていう話からしていきたいと思っています。皆さんの中には版画、版画って何だったっけ、ああ小学校の時にやったあの辛い木版画あれねって思う人結構いると思います。でも実は版画には多様な学びが含まれています。魅力のある世界がたくさん詰まっています。今日はそういったことを皆さんにご紹介していきたいなというふうに思っています。まずは印刷物を見てほしいと思います。こういった印刷物、これらはすべて版画の原理によって作られています。そして一番大事なのは、もちろん色もきれいなチラシですけれども、例えばこのチラシ、6月の18日から9月4日までやってるんだ、3ヶ月もある展覧会なんだなとか、じゃあこの展覧会見に行くためにどういうふうに行けばいいんだろう、あ、ここに地図が載ってるなとか、そういうふうに必要な情報を得られる、っていうことがこの中に詰まっています。つまり版画の原理を使った印刷物には、情報を伝えてもらい、それを共有することができるという情報伝達のメディアとしての重要な役割があります。これは複数することによってたくさんの人が同時に情報を得られるっていう版画の大きな要素の一つです。皆さんご存知だと思います。これは葛飾北斎の、富嶽三十六景の浮世絵です。あとこれは東洲斎写楽、これは北川歌麿、多分皆さんどこかで一度は目にしたものだと思いますけれども、すごく美しいですよね。この絵一枚から情報とともに美しさを得ることができる、そういった表現としてのメディアっていうものも版画の中の、美術の一ジャンルとしての重要な要素になります。版画っていうメディアはアートとデザインの力で多くの人に同時に情報を伝えることができるっていうビジュアルアーツだっていうことを、まずは知っていてほしいなと思います。では具体的にどんなふうなものがあるのかっていうことを結城先生に紹介してもらおうと思います。それでは具体的にどんな作品があるのか少しだけ紹介したいと思います。この作品は銅版画という技法で、大正時代のような世界で動物たちが楽しく暮らしている様子が細かく描かれている作品です。そしてこれはシルクスクリーンという技法で、こけしをテーマにグラフィカルな作品へと仕上げています。この作品は木版画なんですけれども、金継ぎをテーマにした非常に独創的なユニークな作品になっています。版画って小さい作品だけではなく、このような大きな作品も作り上げることができるんですね。次の作品は銅版画独特の細密表現によって作者の精神世界を描きました。ちなみにこのように銅版も自由にカットすることができるんですね。でこの形で刷られた作品というのはやはり独特な雰囲気が出ると思います。そしてまた大作なんですけれども、これ木版画です。非常に繊細な淡い調子を刷り重ねて作者の身の回りの人物を描きました。これまでいくつか大作を紹介したんですけど、版画の良さって大作だけではなく、もちろんこのような小さな作品、手に取って楽しむことができるサイズも版画の魅力の一つだと思います。これまで版画がどういうふうな領域なのか、そしてどんなふうな作品が作られているのかということを紹介してきました。では具体的に芸工大ではどんなふうに学んでいくでしょうか。これからはそのカリキュラムについての話をしていこうと思います。これが4年間の学びのステップになります。解説をしていきます。まず1年生ですけれども、美術を理解するのに必要な素材や観察力を養う力を学びながら、版画の基本的な4版種の原理や基本を学び始めます。
そして2年生です。展開がキーワードです。1年生で学んだ技法の中から自分が深めたい技法をじっくり深めていってもらおうと思っています。で、その一方でさまざまな現代的な版表現、自分の内面をアウトプットするイラストレーション、1枚の絵画制作とは異なるブックアートなど、幅広い授業も体験してもらおうと思っています。そして次に3年生です。3年生は応用がテーマになります。文芸学科と共同の画文集制作、そして本格的な製本の学び、また版画印刷による商品の制作にも挑戦して、版画をもとに社会につながることを考えていきます。そして最後、到達ですね。4年間の集大成になります。卒業後の進路を定める一方で、何を表現したいか、どう表現したいのか、美術が好きで始めた学びの集大成としての卒業制作に臨みます。これらのことが4年間のステップになっていきますけれども、では具体的にどんなカリキュラムがあるのか、ピックアップしてまた結城先生に紹介してもらいます。1年生では基本となるいくつかの版画の技法を勉強します。これは銅版画です。プレス機で力いっぱい圧をかけて刷り上げます。これはおなじみの木版画。皆さんが小中高で勉強してきた内容よりもかなり専門的な木版画の技法を学ぶことになります。綺麗ですね。これはシルクスクリーン、 T シャツとかトートバッグにはこの技法で大抵印刷されているんです。水性モノタイプ、これは何かしらの板に直接水彩絵の具で絵を描いてプレス機でギュッと圧をかけて紙に吸い取る技法です。学年が進むと基本となる版画技法に加えてデジタル表現やイラストレーション制作の練習があります。それぞれの授業では専門の先生がいらっしゃってより深い知識を学ぶことができます。これはアートブック制作の演習です。1枚の版画作品という表現を飛び越えて本という形で作品を変化させる試みです。版画は印刷術、そういった特性を生かしてポストカードや封筒、トートバッグなどの商品展開をしていきます。実際に販売も試みます。版画コースではこれらの多様な表現スタイルの制作を支えるための数々の機材があります。これは手金、手封筒と呼ばれている昭和30年代に作られた活版印刷機で未だに現役です。これはリソグラフ、ただのコピー機ではなくてガリ版、すなわちシルクスクリーンなどの鋼版印刷を機械化したもので、活版とともに現在若いクリエイターの間で大変人気がある表現手段です。大型の最新のインクジェットプリンターです。版画コースでは超アナログな表現から最新のデジタルプリントまで、あらゆる印刷術の充実した設備があるんです。また紙すきの授業もあります。自身ですいた紙を使って版画を印刷して作品とする、これはかなりエキサイティングな制作です。それから領域横断授業、画文集制作、これは文芸学科との共同授業です。文芸の学生が作った物語に版画の学生が絵を作るといった内容なのですが、最大のこの授業の特徴はそれぞれの両コースの学生の感性がクロスオーバーして一緒に作品を作り上げるということにあると思います。最終的にはこのように製本の授業で本格的な製法を学び、一冊の画文集を作り上げます。学内での学びだけではなく、学外でシルクスクリーンによるトートバッグや活版印刷でのポストカード制作などワークショップを開催して市民の方々と触れ合う機会もあります。そしてコンクール、芸工大の版画は全国大学版画展や日本版画協会展など大きなコンクールで毎年多数の入賞者を出しているんですね。このようにさまざまな学びを得て卒業制作へと発展していきます。
さて卒業後どのような進路が待っているでしょうか。ほんの一部ですけれども卒業生の活動を紹介します。まず、テキスタイルのデザイナーになっている学生です。自分の描いた絵が生地になり生活に溶け込む世界が見たい、この思いを学生時代から持って彼女は企業でもデザイナーとして働いていました。また、ある人は、ハードモデラー自動車の立体を作る仕事をしています。設計図を確認して先を見通して考えてから行動する、これが彼の、働いている中でもモットーだそうです。あと別に人は、教員になっていますね。美術の教員を通じて、さまざまな学生と出会い若い人たちにその楽しさを教えています。そして漫画家になった人もいます。彼は版画木版画をやっていたんですけれども、漫画が大好きで現在漫画家として活動をしています。このように、いろんな職業、民間企業に働いている人もたくさんいます。いろんなところでいろんな人生を送っているわけですけれども、じゃあ美術の学び版画の学びのどんなところが役に立っているか、いろんな人に聞くとこんな声が上がってきました。版画にはいろんな工程があります。守らなきゃいけない道具のルールもあります。そういうものを一つずつやりながら4年間じっくり作品を作っていくことによって計画性、実行力、粘り強く何かを追い求める力がついたというふうに言ってくれています。また、アートっていうのは頭の中にある目に見えないものを形にする仕事ですよね。そういうことを4年間一生懸命訓練することによって想像するイマジネーションの想像力、あとクリエイティビティの想像力、自分の頭の中にあるものを手を持って考えて作り上げていく力、そしてそこには他者に何かを伝えたいっていう力が備わってきます。卒業生の人たちはいろんなところでいろんなことをしながら自分の人生を歩んでいってくれています。以上、コースのビジョンや学びのステップ、卒業生の活動についてお話ししてきました。そして特に版画は多くの人にダイレクトに同時に、オリジナルのアートを届けることができるというのが特徴です。版画は未来に向かってすごい可能性を秘めているメディアだと思います。ぜひ一緒に版画の道を極めてみませんか。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。